タリストの磯田です。11月28日、大谷にあります木漏れ日ホールで開催されますシンフォニックスパーク7、僕井さんの、個人的なソロプロジェクトなんですけども、それにですね、今回はオーケストラを入れて、開催するということで、非常に楽しみなライブになるんではないかなと思っておりますが、今回はですね、この方にお越しいただきました。オンバよりジル。こんにちは、ジルです。よろしくお願いします。はい、ジルちゃんね、はい、ジルちゃんは今回あの、コンサートマスター、コンサートミストレスというね、役で、入っていただくんですけども、はい、いや、僕全然そのやっぱこっち側の人間なんで、その、コンミスとか、はいはい、コンマスとか呼ばれる方って、はい、何してはんのかなそうですよね。そう、あのバンドマスターと同じような考え方で言うと、うんうんうん、まあリーダー的、リーダーな存在、一番まとめる存在、はい、ただそのクラシックのコンサートとか見てると、まあ、指揮者がいるわけ、はいはい、え、何を やってはるんです多分ね、分かんない人いるそっかそっか、そうですよね。だからあのいわゆるバンドでいうバンドマスターっていうのは、クラシックのオーケストラにおける指揮者とコンサートマスター、もしくはミストレスがこう合わさったような役割やと思うんですよ。はあ、で指揮者っていうのはこう、なんていうんですかね、いろんな楽器のにこう今じゃ指示を与えて、はい、コントロールするわけですね。コントロール、はい、バイオリンもっと出してとか、はいはいはい、金管もっと出してとか、ちょっとチェロのサイベニーとか、そういうやつですね。あとは、まあ、演奏開始の合図とか、あテンポのね、はいはいはい、テンポの、ね、感じとかキープしたりするんですけど、はい、でコンサートマスター何してるかっていうと、まあだからその団員の中のリーダーみたいな感じで、はいはい、でその指揮者の合図をそのコンサートマスターが見て、で他の台に合図を出すみたいな。え、その他の台に合図を出すっていうのは行くよみたいな。そうそうそう、この弓の振りとかで、はあ、そうそう、だから指揮者とメンバーのその中間管理職みたいな。まあまあまあ、その間に橋渡しを。そうですそうです、まあすごいざっくりしたところなんですけど、はい、え、やっぱりでもさ、そのコンマスとかコンミスとか言われる方っていうのは、はいはい、まあリーダーなわけじゃないですか。まあそうですね、はい、だからそのあれと、なんかあのなんだろう、食事はまずお父さんから食べましょうみたいなノリでその人がこう指をこう置かないと他の人は置いちゃいけないわけじゃないけど、まあまあいけないけど、そこに合わせましょう。そうです、はあ、コンマスより絶対先に引いちゃいけないんですよ。え、座るのとか。あ、座るの別に。あ、そういうのですか。あ、でもコンマスだけ後から出てくるパターン。ああ、そうかそうかそうか、後から、ね、出てくる人。ああ、うん、よく聞くのはそのバイオリンの方が多いじゃないですか。そうですね、それやっぱりなんかその花形だとかそういうのがあるんですか。なんでバイオリンなんですかね。まあ一番その分かりやすい位置にいるっていう。あ、じゃあ前にね、指揮者に一番近い位置にね、はい、まあ、あとはオケの中で一番バイオリンがまあなんていうんですかね、数も多いし メインというか、あ、まあどの楽器もまあメインじゃメインなんですけど、まあ大きな部分を占めている楽器なのでっていうことなんじゃないですかね。間違ってたらごめんなさい。すごい、なんかまああの、まあ、全然ね、僕もそのそっち側の人のことはあんまり分かんない、はい、まあまあ、ジルちゃんなんかもう普通 の, そのメタルとかそういう音楽で出荷してるんで、あれなんで、今回指揮者やってくれるあの星野沙織ちゃんにね、はいはい、そのコンサートマスターとかどなたがいいかなと思いましたら、はい、ジルさんにお願いしたいなと思います、はい。だって沙織ちゃんとかもすごい弾けるわけでしょ。そうですよね、めっちゃんこ弾けるわけじゃない。そう、そんな沙織ちゃんが、いや、ジルさんはすごいって言うんで、いやもう、いや、すごいのはもちろんね、一緒に演奏してるから分かるし、まあ今までもね、すごい今まで経歴の持ち主だからもちろん分かるんですけど、やっぱりそういうことなんでしょうね。いい、どういうことですか。もっと沙織さんにお願いしますって言われて、いや、私なんかでいいのっていう感じで思ったんですけど、なんか、沙織さんがやってくださったらいいのにってちょっと思っちゃったりもしたんですけど、なんかまあ、その、やっぱり叱るべき人にお願いしたい。いやね、だから、もしかしたらあれですよね、今回一緒にやるオケメン の, そのメンバーの皆さんで、はい、あんまりご存じじゃない方とかも今まで、そうですね、結構言い張ったりとかして、はいはいはい、その辺もまとめていくってことですよね。そうですね、初対面だろうかなんだろうが、そうです、私についてこいよ、ついてきなさい、オラーって言ってるわけなんですよ、ね、オラー私がギターじゃんって言ってるわけなんで、そうですね、はい、すごいな、
まああのね、今回そのコンビスの話とかを最初、まあそういう話が来た時に、はい、ぶっちゃけ、うん、どう思いました？どう？あ、そうですね。まずロックの、音楽とオーケストラで共演するっていうの初めての経験なんですよ。はいはいはい、それこそ私も自分のバンドとかでメタルとかロックとバイオリンっていうのをよくやるんですけど、オケとロックの融合っていうのは本当初めての経験で、うわ楽しそうっていうの。ああ、はい、いやなんかですね、結構その他の方とかもそういう意見が多くて、純粋になんかこれはすごい楽しそうっていうのがあって、ああ楽しいし、まあこのオーケストラメンバーを牛耳るんであればまあいいかな、ちょっと角が立つ言い方ですけどね。まあジェルちゃんとさっきも言いましたけど、まあフキちゃんのところもあれで一緒にやったりとかしてて、はい、で、まあ、今回こうやってオーケストラのあれでやらせてもらうってことで、はい、実は楽曲をねなかなか聴かせてなかったんですよね。でさっきこれを撮る前に1曲、はい、聴いてもらったんですけど、まあ結構好きですか？ああいうの大好きです。よはい、めちゃくちゃ刺さりました。やっぱりね、性癖になんかこれで、はい、これなんか別にその何悪いとかじゃなくて、シャンソンみたいなこういうのが違うので、ね、また話が変わってくるんで、まあ結構、まあ、メタリックなね、プロフェッショナルのそういう楽曲、めちゃくちゃかっこよかったです。リハーサルもね、はい、1回しか今回撮らないんで、ね、はい、結構こう厳しい戦いが待ってるのかなとは思うんですけど、はい、まああれっすか、ジルちゃん的には、はい、なんかどういう風になうまくいく感じします？いや絶対うまくいきますよ、はい、いきますよ。いや僕はねそうは思わない。ちょっと伊藤さんそんな弱気でどうする？いや今回ねそのオーケストラメンバー、まあもちろんバンドメンバーは割と心を知れてる人たちなんで、はいはいはい、あれなんだけど、見るとやっぱりそのクラシックの人たちって、うん、これで他の人の時も言ってるんですけど、はい、こっちのロック側の人間からすると敷居がちょっとこう高いイメージがあって、うん、やっぱりその音楽のプロフェッショナルっていうイメージがあるん でそんな中でも結構な人たちをやっぱ揃えてくれはってるから、うん、逆にこう個人的にそのメンタル的に耐えられるのかなって思うのがあって、でまあその多分それを一緒にやるそのバンドメンバーの、はい、ベースの森田君っていうのは、はい、音大っていうかそっちの出身の人なんで結構そういうのではやってるからなんか見えてるらしいんですけど、はい、ドラムの前田君とか今回初めてなんで、はい、指揮者を見ながら叩くっていう、ああそっか、そうですね、の初だったりとかするんで、うん、でまあ鍵盤の真央君なんかもともとね問題ないんで全然問題ないと思うんですけど、えぶっちゃけ俺大丈夫ですかね？いや大丈夫だよ。僕はバックに回った方がいいのかな。なんでよ。大丈夫だ。でまあ今回ね、はい、実はそのスパークセブンっていうプロジェクトで、はいはい、いろいろ楽曲をねやらせてもらうんですけど、今までジルちゃんって、はい、一番まあ僕の一番知ってる中ではそのアンラッキーボールフェイスっていう、はい、もうスーパーバンド、スーパーテクニシャンの集まりのところでバイオリンね、はい、これでもかと、まあ、そこでもバンマスなんですか？バンマスではないです。なんでバンマスになるんですか？バンマスは何ですか？バンマスはもういらっしゃいます。あ、いらっしゃいますからね、もともと作った人間がね、いましたからね。そうそう、こういうインストルメンタルで、はい、こういった楽曲をやる、うんうん、今までお仕事とかあったんですか？お仕事、そうですね、お仕事かどうかちょっと微妙ですけど、自分の YouTube のチャンネルでそれこそドリームシアターの楽曲をカバーしたりとかしてるので。え、バリバリじゃないですか？バリバリ、はい。え、じゃあジョン・ペトルーシの弾くフレーズをバイオリン弾いたりしてますか？ルーデスの方です。あ、ジョーダンの方、はい、あーをバイオリンで、バイオリンで弾く、はい、コピーしましたね。え、めっちゃ超絶じゃないですか？めちゃくちゃ超絶でした。超大変だったです。えぇ、ー、はい、そん…化け物じゃないですか、もしかして。化け物じゃないです、そんな化け物ではない。いや、でも結構やっぱり、その海外の人はジルちゃんがやっぱね、こう一目置かれてますよ。あ、そうです。やっぱりなんかちょっとやっぱ飛び抜けてる感じがすごいする。ありがとうございます。いやいや、もう本当に、なんか今回もすごいことになるのかなと思うんですけど、うんうんうん、
じゃあそのやっぱそのドリームシアターのやつカバーしたりとか、はい、まあそのアンラッキーモノフェイスでもやっぱりもうすごいことやってるわけでしょ。そうですね、まあ、アンキモの楽曲もそうですし、そのアンラッキーモノフェイスで最近あの、昔のメタルハードロックハードメタル の楽曲のカバー、あーカバーロ、はいはいはい、インストでやってるんですけど、はいはい、まあ、それもまあ往年の名曲結構難しいやつとかを頑張ってコピーして、例えばあのファービアンド・ラファンとかトゥルルルルトゥルルルって、はい、ああマジ鬼畜でした、あれは本当に、はい、えあれのギターのフレーズとかハモったりとか、ギターのメインのところバイオリンが弾いて、でギターとハモったりとか、はあ、テテ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 テ出た。なるほどね。いやもうだからもうね、今見てるもの皆さんはもうあのまあ当日ねお越しになる方とかもう注目ですね。もう何でしょう。バンバンしてそうだけどもね。だけどいや俺ぶっちゃけでまさかジルちゃんやってくれるとは思ってなくて。そんななんでですか。なんかこういうのとはあんまり無縁の人なのかなと思って。私は行くのよみたいな。そんなことないです。ザコザコどもはもうやっちゃうのよ。怖いますよ。いや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 、でも実際ジュージャンってなんかね、はい、ちょっとこう最初のイメージは近寄りがたいっていうか、はい、ちょっと違う世界にいる人なのかなっていうイメージがあったんですけど、まあ、実際なんか一緒に演奏したりすると、はい、すごいあの明るくて礼儀正しくて、ありがとうございます。いや普通の人間なのか。ただのもんだくれです、ね、ただのもんだくれ。そんなことあるんですよ。そんなことあるの、はい、あるのか、はい、なるほどね。まあ、可愛い猫もね。そうなんです、ね、見てますよ、ラックちゃん。ありがとうございます。あの11ヶ月、2ヶ月ですか。そうです、あまさにさっき書いてあった。チェックですよ、チェックチェック24時間チェックですよ。怖いです。通知が止まらない。通知が止まらない。どんだけ書いてるんですか私。なんかじゃあまあ、結構後輩させか差し掛かってきましたけど、はい、意気込み的なのあります？意気込みですか、はい、もうすごい、さっきも楽曲聴かせていただいたんですけど、はい、すごい曲もかっこいいし、アレンジ、ボケアレンジめちゃくちゃかっこよくって、それこそなんか私のめちゃくちゃ好きな感じなんで、もうなんていうんですかね、もう成功は約束されてると思うんですよ。その時点で。いや、ありがとうございます、はい。なので、もう私はそれをあとどんだけこうより素敵にできるかっていうお手伝いをできたらっていう、はい、非常に楽しみです。頑張ります。いやもうね、このジルちゃんからお墨付きいただいたんでね、当日は、僕が例えばその日までちゃんと生きてれば、そうですね。もうやる。それまでにものたれ死んでる可能性もね、あるかもしれないですけど。そんなことはない。そんなないと思います。まあ、無事にね、その日を迎えて、一応、700人入るところと、おすごい、うん、まあこういうご時世だ、はい、200人しかいない、本当になんかこう贅沢なライブにしたいなと思ってますんでね、はい、チケットの売り行きも相当もだいぶほとんど売れてきましたので、素晴らしい、まあ、悩んでる方はぜひということでね、はい、11月28日、ホーヤの木漏れ日ホールで開催されるシンフォニックスパーク7、今回ですね、コンサートミストレスをジルさんにお越しいただきました。ジルちゃんありがとうございました。ありがとうございました。いやジルちゃん最近どうなんですか。最近幸せですよ。幸せ、はい、猫まっしぐら、猫まっしぐらですね。もう家に帰って猫まっしぐら。そうですそうです。まあ、猫に触る前にちゃんと手洗って、がして、からも、あ、なんか猫もなんか感染するとかね、ね、死ぬとかしないとかね、なんか言ってるんでちょっと心配なんで。猫ね、幸せですよ。え、なんで猫飼おうと思ったんですか。なんかね、出会いがあったんですよ、それは。ペットショップで、はい、出会っちゃいました。あるね、ある。俺の場合はね、亀。お、亀。あの、ミシシッピニオイガメっていうのが、こう歩いてて見たら、うん、こここいつなんだみたいな。こんな500円玉ぐらい。え、そんなちっちゃいんですか。子供でもこれ、今もこれぐらいだよ。うお、そんな大きくない。10年ぐらいある。へえ。8年か。はいはい。うん、最初こんなの、こんなのちょっとこうやって着てて、かわいい。そう、目があって、ああ、
そういうことか。そういう感じでしょ。そういう感じです。そういう感じです。こういう感じで来たんでしょ。こういう感じではないですけど、こうやって見てました。でも猫って、はい、結構値段するでしょ。まあ、まあ、その値段じゃないけど、ね、そうなんですよ。値段じゃないですけど、まあピンキリですけどね。そういや、あのもちろんその猫購入ねする時もそうだけど、その後も結構、あ、まあまあそうです、ね。あと旅行とか行けないでしょ。行けないですね。連れて行くしかないし。ペあの俺一回昔ペットボトルに爬虫類大きなところにカメ預けた。へえ、あるんだ。あの甲羅に白い斑点ができてって書いてきた。え、ストレス。同じ水槽にやってもらってるのに、ストレスですよ。カメでもそんな。カメもそんなあるんですね。そうなの。カメ仙人みたいな。白になっちゃってカメ仙人。かわいそうに。かわいそうだけど可愛いですね、なんか。そう。でそれでまた家に戻すでしょ、うん。同じ状況にしてやると、はい、1週間ぐらい。そういうのあるんですね。そうそう。だから多分猫なんかもう、いやもうダメですよ。ラックちゃんなんか、うん、ね、甘いもの、ね、甘いもの。今もだからめっちゃ寂しがってるんじゃないですか。まあ、最近だんだんちょっと、まあ、お留守番鳴らしてるんですけど、ああ、まあちょっと寂しがって、まあだからあのいいっすよ、スパークセブンの時に連れてきてもらって全然全然、あの指揮者 の, あのライザーの横あたりあのこういう遊ぶ建物キャットタワーですね。そうそう、あれ置いても好きなんで、えらいことになりそうですね。そうそうそう、全然全然いいんじゃないですか。カオスですね。うん、全然全然あーやばいたまにこうね、あの管楽器のとかにこうあちゃったりして、そうそうそう、指とかにいじゃれる、いいじゃないですか。まああのまああれまたなんかフキちゃんのとこね、はい、含めて、まあ、これからもお願いしますよ、はい、こちらこそです。お願いします。とりあえず11月28日はい、楽しみにしてます。お願いします。で最近どうなんですか。おっとなんか猫飼ったらしい。